はいどうも、エテポンゲーです。これ人狼殺というゲームなんですけれども、アプリのね、人狼のゲームで、まあ今ね、某有名、ニコ生主、ニコ生チャンピオンであり、YouTuber でもある、大好きな加藤純一さんがね、バキバキにやってる、人狼殺です。で、さらに言いますと、その、ブルースタックスって言って、その、アプリ、スマホでできるね、ゲーム、アプリとかをパソコンでできるっていうのを、加藤純一さんが、広告大使みたいな、広報大使だったかな、みたいなのにね、なんかなったらしくて、でなんか、まあ普通にね、パソコンでアプリが遊べるっていうだけでね、まあしかも無料だしね、これ無料で、ものすごいものを見つけてしまった気がするなので、エテポンゲもね、いろんなアプリバキバキやっていこうと思います。はい、よろしくお願いします。てなわけでね、今日はこの人狼殺という、人狼ゲームね、まあ人狼自体は経験は少ないけど、純ちゃんの放送で勉強してるんで、まあ大丈夫でしょう。なんとなくはね、わかるんで、その狼を探すゲームね、まあわからない人はね、エテの動画を見て学ぶがよろしということで、早速、入室していきましょうか。今ですね、テンコ取っています。だから、ね、この左側にあるこれを押したら、ね、水みたいな大きさだから一応声が出ます。どうなんだろうな、マイクの接続かな、どうですか。お、いい感じです、ありがとうございます。お待たせしました、やりましょう。まあ、4番さん初心者の方みたいな感じなんで、軽く説明すると、はい、この役職っていうのが右上の情報を見れば、どの役職があるかっていうのが書いてあります。それはおのおの確認してください。で、まあ、ルールとしてはこれ初日に噛めるんですけど、初日の噛みはなしにしてください。で、相方の狼さんが間違えて5タップ、誰かを選択してしまったら、相方の人が他の人をタップすれば意見が合いませんでしたっていうことで噛まなくなるんで、お願いします。わかりました。で、狩人の人も付随して狼の噛みなしなんで守らなくていいです。で、占いは自由に占っちゃってください。はい。で、なんか他のルームではチャットとかでいろいろ考察とかしてる部分あると思うんですけど、僕の部屋ではチャットはちょっと全面的に禁止したいと思います。チャットは禁止で。ちょっと喋れなくなったとか、外で人に話しかけられたとか、電車乗っちゃったとかで、チャット使うことはいいんですけど、極力喋っていただきたいかな。電車乗りながら人狼殺するやつおる。ということで、大丈夫ですかね。で、2日目以降のなんか占いの結果をチャットに貼るっていうようなシステムもあるみたいなんですけど、そこは全面的にチャット禁止なんで、うん、自分のターン来たら占いも発表していただければいいかなと思います。わかりました。まあ、4番さん含め多分質問とかあると思うんで、質問ある場合は今ここでちょっと10秒くらい待つんで、チャットであとか書いてくれたら僕お話、チャット書いてください。10秒待ちます。ありません。アムロカゼミ行きます。さあ、2番さん、どうぞ発言してください。私も初めてなんで、ちょっと分かんないかもしれないんですけど、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。まあ、朝でトークするゲームなんで、みんなそんなバチバチに、お前ふざけんで間違ってるぜっていうやついないと思うんで大丈夫です。特に8番さんは僕知り合いっていうか、まあ知ってる方なんですけど、まあ、僕はね、僕も初心者なんですけれども、他の方も見やすいと思うので、全然上級者っぽい雰囲気出してやっていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、大丈夫ですかね、他は。出ます。とりあえず1回目は市民がいいな。おばあさん、なんかおっしゃいました。大丈夫ですか。市民がいいな。ここでね、一応先取りといってね、課金をすることによってね、役職を先に取れたりすることもできます。まもなくゲームスタートです。はい、ありがとうございます。身分を確認してください。私、アムロカズミは、
一般市民村人という。夜が来ました、目を閉じてください。ここでね、まず、人狼がね、2人いますんで、人狼の人が、2人で今会話して、誰を噛むかっていうのを決めるんですが、初日は、噛み行為はなしという、それがね、人狼殺での決まりというか、裏ルールというかね、そういう風になって、まあ、初日に噛んじゃうと1人数が減っちゃうっていうことがあるんで、なしということになっています。で、占い師は今、占う誰がどの職業か1人ね、ランダムに選んで、占っている最中。そして狩人は、人狼から守る、人を決めるんですけど、初日に限っては、人狼さんの、初日神はなしになってますんで、狩人の人も操作はしません。そんな感じです。だからね、1日目は占い師の動向を探っていくっていうゲームですね。あと狂人が一人いますんで。朝が来ました。狂人が一人いますんでね。昨夜は誰も死にませんでした。狂人は人狼側の村人みたいな感じ。人狼側の7番のプレイヤーは、はい、おはようございます。7番アムロカゼミです。まあ初日の一発目ということで、まあ、僕は村人です。はい。特にこれ以上話すことはないんですが、一週目は、占いさんの、意見を、聞いて、二週目以降に、絞っていこうかなと考えております。よろしくお願いします。8番のプレイヤーは発言してください。反逆のしずきです。よろしくお願いします。で、早速ですが、私、占い師です。占い師です。5番さんを占いました。5番さん、白です。はい。5番さん、白。はい。まあ、無作為で選んで占いました。理由はないです。無作為で占うことは正しいと思うので、無作為で占いました。はい。でですね、まあ、早速、まあ、出ましたけれども、対抗が出てこないことを願いますが、はい、これが本当の占い師かどうかっていうのはまだ分かんないんですよ。絶対倒してやります。強人がいますね、はい。まあ、2番さんと4番さんが初めてということで、まあ、最初は本来だな、6人村とか行った方がいいとは思うんですけど、まあ、まあ、投票、この後みんなぐるぐる喋った後に投票時間っていうのはやってくるので、占い師を装うこともあります。まあ、1日目はこう2周回ってぐるぐる回って喋った後に投票時間というのが当然やってくるので、その時に名前をタップして投票しますか決定というボタン2タップ必要ですので、それを忘れないように。はい、そんな時間長くないですから。はい、9番さんどうぞ。9番のプレイヤーは発言してください。ありがとうございます。10番さん、そうですね、2番さん4番さん初心者村っていうのがあって、6人でやる村があるから、まあそこで多分最初の方やった方がいい。でもここはちょっと優しい部屋だから、こうだけどなんかなんとかでやっていうやつもいるかもしれないんで、システム把握してから6人部屋でやってもいいかなって思いますね。で7番さん、アムロカザミなんですね。僕アムロ風味だと思ってました。喋り方がアムロ風味だからアムロ風味なのかなと思ったらカザミなんですね。8番さん占い、5番さんしろ、そうですね、太鼓出ないことを祈りたいです。まあそのぐらいですから、まあ別に気軽に適当に喋ればいいと思います、皆さん。まあそこついていくか。よくわかんないです。怪しい。怪しいな。さらっといろいろなんか、ドキドキしてますとか、言ってもいいんじゃないかな。怪しいな、こいつ。1日目は2週あるんで、2週目からいろいろ考えてくれればいい。ちょっとアムロいじり、アムロいじりやめてほしいわ、ちょっと。1番のプレイヤーは発言してください。初めましての人ばっかりですけども、まあ、とりあえず占い師は把握したけど、まあこれ太鼓が出たら俺占い結果にもよるけど反逆さんがちょっと怪しめかなっていうのはあります。反逆さん、人狼のことなんかそもそも知り合いっていう話。そうだね、最初に言ってたね、89はあの普通に知り合い。9番の天敵がえげつないんで、僕知り合いやったら多分9番占うと思うよ。あー、ステさんの天敵見てください。賢い。ちょっと怖いですね。人狼と市民が得意なのかな。
2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。110戦68勝か。8番さんが占い、今のところ把握です。で、5番さんが白ですね。めっちゃドキドキしてるんで、いまいち、わかんないけど。まあ、いっか。かわいい。みんなの発言しっかり聞いて、考察落としていけたらなって思います。あ、そうやぞ、初心者はな、はい、そうやって、ま、3番回しげのプレイヤーは発言してください。おはようございます。おはようございます。10人部屋、まだやって2日目なんで、いまいちわからないんで、柔らかにお願いします。はい、お願いします。出ないこと言います。はい。4番のプレイヤーは発言してください。女の子多い。はじめまして。はじめまして。初めてなんですけど、よろしくお願いします。うん、はい、よろしくお願いします。私は村人でした。狼じゃないので安心してください。はい、わかりました。8番さんの占い把握です。雑なぐりで申し訳ないんですが、2番さん、狼っぽいかなって思いました。おお。発言を終了させていただきます。5番のプレイヤーは発言してください。はい、5番です。お願いします。僕も、まあ、初めて4日ぐらいなんですけど、初めて、やった時が急に部屋入っちゃって、隣の方に、まあ、ジョゼフさん多分生きてても役立たないんで、これ、もう鶴でいいと思いますって言われたことあったんで、まあ、ここの方が優しいの祈りつつなんですけど、8番さん、僕の今年の出しありがとうございますなんですが、僕占い師です。4番さん占いました。占い結果白です。で、4番さん占った理由は、まあ、右隣っていうことで、占いましたんで、8番さんですね、まあ、ランダムで僕選んだっていうのを、まあ、本当の占い師だった理由、ダメじゃないと思うんですけど、まあ、運悪いとこ当ててしまったなっていうところですかね。なんで今日は8番釣りでいいと思います。はい。で、まあ9番さんもどうなんかなはあるんですけど、まあ僕は8いきます。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。おはようございます。うわ、難しくなってきた。一周回って、まあ皆さんの意見聞いて、まあ8番、9番さん、正直まあどっちも僕はフラットにまだ見ているんで、ちょっと様子見っていうところはありますね、正直。で、9番さんの意見で、まあ新しい新人の人はまあ村人とか役を言ってもいいんじゃないかっていう意見で、あの2番さんだけちょっと言わなかった、まあ正直喋り方も初めちょっとやったことあるんちゃうかなって思っちゃったんですよ。で、途中からまあ新人っぽくはなっちゃったんですけど、まあ若干怪しいかなっていうのはありますね。で、そうですね、まあ、多分結構このまま行ったらばらけちゃうかもしれないんで、まあでも今のところ怪しいのは2番とかも怪しいですよね、やっぱり正直2番がちょっと評価するようです。7番のプレイヤーは、はい、よろしくお願いします。8番さんが、占い師で、5番さんが白、5番さんに白、5番さんが、占い師で4番さんに白、まあ最初はちょっと、出てこなかった場合はもう8番さんを白で見ていこうかなと思ったんですが、5番さんも占い師ということで、まあどちらとも捉えられますね。慌てて出てきて、逆に占い師に、黒出しというか、運が悪いという発言をしたのか、本当に占い師だったのかっていうところが、ちょっと考える必要がありそうですね。はい、皆さんの意見を聞きたいと思います。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、強人占いになってしまいましたね。はい。まあまあ5番さんは強人なので私が白出そうが出ざるを得ないので出たという感じですよね。そう、難しいよね。出ないとそのまま噛まれるだけの強人になってしまいますからね。はいですね。まあグレーに対してああだこうだ言及しておきましょうか。まああんま占い先は透けるから言わないというのもあるんですが、まあ今回は言いましょうか。まあ、3番さんが一番無難にやり過ごそうかなという感じを見受けられた。7番さんは1周目あんまりなんとなく印象良くないか
かな、なんかたどたどしいかなと思ったけど、7番さんもしっかり話を聞いてる風な感じは感じられたので、まあ2週目は良かったかなと感じた。ありがとうございます。ロディさんの私の疑いはよく意味がわからない。はい、無作為で占うことが正しいことだから占ったのだとはっきり言っています。はい。それ自体は批判してほしくないですね。5番さんの右隣占いはソーリーとかにも言えばよかった。まあ、2番さんに目をつけてもまあわかりますけどもね。はい。9番のプレイヤーは発言してください。僕もグレーを今続いていこうかなと思ったんだけど、2個気になる場所があって、5番さんは8番さんに入れます、8番さんを釣りますって言ったんだけど、5番さん目から見て8番さんって狂人が濃厚だから色は白じゃないですか、狂人って。だから別に釣り対象にならなくていいのかなって思って、ちょっと神妙落ちたかなっていう部分があるのと、あと6番さんが言い間違いなのか分かんないけど、8番さん9番さんはフラットで見ますっていうのはどういうことですか。あ、確かにそれはおかしいと思う。戦績の話を1番さんがしたから、8番さん9番さんはみんなと同じ目線で見ますっていうのか、占い師が対抗が僕と8番っていう間違いなのかっていうところがちょっと気になるので、2週目あそこの話ちょっと詳しく聞かせていただければいいかなと思います。で、占い師2枚出てるんで、両方ともまあ多分人狼出てないと思うんですよね。狂人占いだと思ってグレランでいいと思うんですけど、投票先はおのおのでいいと思います。指定はむずいよね、こうなると。ほんと1番、あと6番のネカマについてプレイヤーは発言してください。聞いてってくれ。はいよ、てめえもだ。私じゃんけんで占いし、はい、どうなんでしょうね。どっちかが気持ちいい。これどっちだろうな。確かにね、後に出てきた方がなんか嘘くさいよね。まあ、嘘くさく感じてしまうよね。今回はグレーやけど、もう占い師2番にみんなめっちゃ怪しめっていうの出てる。黒が出とったらね、よかったんだけど。黒前が最初の時にこうやってなかった、よくわからんけど、どうしようかな。なんで2番に向いてるんかもわからんし。そうやね、2番、2番が何人かね、怪しいよ。4番さんと6番さんかな。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。1番さんの発言がちょっと途切れ途切れであんまり聞こえなかったんですいません。で、なぜか私の方にすごい矛先向いてるなっていうのは分かりますね。で、これって最初に村人って言わなきゃいけなかったんですかね。ちょっと聞き落としてたと思うんで、それはすいませんでした。ちなみに普通に初心者です。すいません。いいよ、いいよ、全然いいよ。特にちょっと誰がっていうのがよく分からないんで、みんなの言葉聞いて、やっぱり、考えたいと思います。三番。むずいな、二週目でこれは。発言してください。どうしたらいいんやろ。占いが二人出たんで、ちょっと話についていけてない状態なんですけど。ついてこい。八番さんがちょっと、なんていうんですか、演技っぽかったんで。八番が演技。したいと思います。嘘、四番のプレイヤーは発言してください。いやーけどなー、5番さんが占い対抗けどピンポイントで、8番さんが5番さんのことを行くかな、占ったっていうのもあるんですけど、ちょっとまあ5番さんの方が、まあ、自分を白って言ってくれたのも含め新芽に見えました。あとステさんがおっしゃってた通り、8番と9番がフラットに見えるっていうのは、そうだよね、それはおかしいよね。なんか不思議な発言だなと思いました。ただの知り合いだっていうだけで、8と5の言い間違いでしょ多分。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。9番さんが僕の占いに対して、まあ、狂人なんであればわざわざ釣らなくていいんじゃないかって言われたんですけど、まあ、言われってみれば、あ、そうなのかっていう気もしてきたんですが、まあ、ちょっと占い師自体は僕は初めてなんであれなんですけど、とりあえずまあやっぱ、まあ、まあややこそうなところ削っていこうかなというところで僕は8番は思います。ただ6番さんの89フラットっていうところが、っていう感じですかね。89フラットだったら僕も、まあ、フラットなのかどうかとか言けたと思うので、8番さんと5番さんって僕対抗したぐらいで条件変わらないと思う。でちょっとその辺も聞いてみたいかなっていうのは。5番がこれは、はい、うん、ですかね。5番占い師でいこう、うん、ぐらいです。以上です。6番
のプレイヤーは発言してください。発言してください。2周目ということで、そんな危ない橋渡らんしょ。8番9番フラットっていうの言われてるんですけど、8番5番って僕は言ったつもりなんですよ。いや9番切ってたよ。多分それは9番さん聞き間違えと正直思います。8番5番さんの占い認めろお前、フラットな状態で見てるっていうのを言ってるんで、まあ、後で俺のあれ正直2番さん絶対信じ、あの今日初めてじゃないですよね、喋り方的に。あの2周目と1周目の差がかなりあるというか、いや後で絶対言う、喋りすぎなんで、やっぱりちょっと怪しいかなと思いますね。聞こえてないですか？聞こえてるよ。でも正直、2番に入れようと思います。以上です。いや6、俺6入れるわ。投票を始めてください。ああ、やだ。もう占い師はちょっと、え、けどこういう場合ってさ、占い師から言った方がいいのかな。6番のプレイヤーが選ばれました。1279、1279が6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。なんで僕がやられたのかなと思うんですけど、ちなみに僕ハンターです。じゃあただ発砲はしなかったです。368がいい。この状態で発砲してしまった市民多分撃ってしまう可能性あるんで、とりあえず言葉聞こえなかったんですよね。あの僕が8番5番をフラットって言ってるんで、9番フラットとは言ってないんで、以上です。まあ、頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。いや言ってたって絶対言うからな、それ。どっちが接続切れ？これ。5番かな？ 5 番だよ。これ話まとめるのめっちゃ難しいね。あれも言わなきゃ、これも言わなきゃって。とりあえず5番さんを新目で行く、新目でよかったっけ、新目っていう発、新目の占い師ということで。朝が来ました。昨夜死んだのは9番。1番のプレイヤーは発言してください。なるほど。考えろ、考えろ。大事ですよ。まあ、9番噛まれるよね。9番噛まれるわ。痛い。なんで噛まれたの？どうなんかな。ハンターっていうのがあったけど、ハンター多分これ出ていいんじゃない？あの、対抗があればね。あの、占いも絞れるし。分からんくなってきた、マジで分からん。それがハンター出てきてくれたら割と俺絞れるっすよ。前回の誰が誰に出てるんか見ながら決めたいと思います。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。つかなきゃいけない。おはようございます。はい、おはようございます。6番さん、すっごい私のこと初心者じゃないって言ってるけど、これ一応発言するゲームなんで、あとジャッジメントやってたからかな、何かしら話さないとなっていう気持ちでやってます。で、9番さんが噛まれたのはちょっとプロっぽいから、なんかもったいないっていうか、すごい嫌だなって思いました。8だな、これ絶対8だわ。まだ占い師さんはどっちがどっちか正直わからないんで、占い先聞いて決めたいと思います。3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。おはようございます。1番9番ちょっと怪しいなって思ったんですけど、9番さんがちょっと噛まれちゃったんで人狼ではないなって思います。いやけど味方を切るっていうあれもあるからね、普通にちょっとどっちかわかんないので決まり次第
どっちか信じます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。と、昨夜の投票で放棄という形になってしまいごめんなさい。本当は2番さんを入れようと思ったんですけど、ちょっとなんだろう、押しづらくて何回も押してたら時間がなくなってしまいました。すいません。同数になってたのか。占いの神明の推理をするよりも適当な、なんだろう、予想で神明を決めるのはあれなので、占いの神明はとりあえず今は言いません。9番さんと8番さんのラインがなくなったと思いました。終わり。やばい、もう早く発言させてくれ、忘れてしまう。全部詰め込むから、この50秒か60秒に。5番のプレイヤーは発言してください。はい、ですね、さっき6番さんの言う言かなかったから、あの時にちょっと全然聞こえなかったんでさすぎりしてたんですけど、なんか有益な情報的なあったんやったらちょっと7、8番さんあたり教えていただけるとありがたいです。で、占いなんですけど、すいません、9番占いました。理由としてはちょっと疑いの眼差しを持ってる方がいらっしゃったので、まあでもすごいいい意見言ってらっしゃったのでどうかなと思って占ったんですけど、噛まれちゃったのですいません。まあ、8番さん完全に狂人、または人狼も狂人なのかなと思うので、そうですね、ハンター使用していただければなっていうところは思います。まあ、4番さん白なので、まあそこ以外で投票にはなるんですが、すいません、ちょっとまあ、どうしようかな、このまま、ちょっと奈良間さんの意見聞いてですけど、他有力な怪しい方いなければ、もう僕は8番は行こうかなと思います。はい。7番のプレイヤーは、はい、ですね、ちょっと短いんで、まず6番さんは8球で言ってました。それは僕も確認しました。で、8番さんがまだ、味方を切ったっていう線もありえなくはありません。で、僕的には5番さんを新目で見ています。それはちょっとメタ的な発言になるかもしれませんが、ちょっと戦績の方がですね、一貫性差がありすぎる、ジョセフさんが、その、危ない橋と言いますか、そこまで難しいことができる占い師かどうかっていうところを考えたときにできないんじゃないかなと思いました。なので5番を新目で僕は見ています。それでいきます。8番のプレイヤーは詰め込んだぞ、発言してください。です、2番さんを占いました。2番さん人狼です。2番さん人狼です。はい。でですね、まあ、2番さん占った理由ですが、え、5番何番に占いしたん？あ、安かった。まあ、昨日私2番さん投票してるっていうのもあるし、6番さんがもうハンターということですよね。まあ、発砲してほしかったんですが、調査してほしかった、確信はなかったんですが、まあ、6番ハンターだと仮定して、で6番さん釣った人を占おうと思って、で2番さん占いですね。まあ、2番さんの昨日の2週目の発言でね、グレーのを誰も疑ってないような発言とかがもう不審で仕方がない。まあ、予想通り2番さん人狼でした。まあ、結構分かりやすかったなという印象。まだ狩人が残ってるもんね、はい。今日は必ず2番さん釣ってください。6番さんがハンターですのでね、2番さん釣らないと負ける、はい。投票を始めてください。ちょっと待って、分からん。分からん。いや、もうこれ2番釣って8つってみたいな感じでいいんじゃないの。いや、けど違う、私じゃありません。何かの間違いです。耐えた。わからん、ちょっと。もう2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。あれ、何回も押してたら投票できませんでした。ちなみに私目線、まあ、8番さんは信じゃないです。5番さんを新目に見たいので、もしこれで私が処刑されたとしても、確実に8番さんは釣ってもらいたいなって思ってます。お願いします。8番のプレイヤーは発言してください。2番さんを釣ってくださいとしか言えないんですが、もうなんでこうなったかなっていうか、私にとって不利な状況になっているのは、それ狼が9番さん襲撃したからですよ、うん。え、
それ私、それは狼にとって有利な状況にどんどんなっていく。私は新占い師ですから、不利な状況に、それは狼の襲撃は狼の攻撃ですから、9番さんは私の方を信頼していたようですから、それを襲撃されてしまったというだけの話ですね。まあそこは無視したとしても、2番さんは普通に疑わしい位置でしょ。6番さんって分かるでしょ。なんで急に2番さんを釣らないということに興味になってなったんですか。冷静になってください。分かった。2番さんは普通に疑わしい位置でやるということは分かるでしょ。村目線、せ私がさらに黒を出しているっていうのもあるわけですし、全然釣って構わないはずです。なんでここで私になるんでしょうか。意味が分かりません。はい。2番さんでお願いします。投票を始めてください。違う。私じゃありません。何かの間違いです。いいだろう。2釣って8釣って5釣ったらいいんじゃないの、これって。2釣って次の占い。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。すみません、8番さんは狂人です。私村人なので、この発言が多分信じれない方がほとんどかもしれないんですけど、ちょっと覚えておいてもらいたいです。はい、ごめん。村人さん頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。うわー、どうするんこれ。いやけどジョゼフだってさ、まだ狂人の線あるでしょ。4、まあそうなると白出しした4も怪しいし、 4-5 でこうだ、死んでる人を出してるわけでしょ。で8は5で出してるわけでしょ。でジゼルは自称ハンターでしょ。でがない、わからん。え、何、次何発、とりあえず占い師を。朝が来ました。食われそう。昨夜死んだのは1番。1番。ちょっと待ってくれ、どういうことや。3番のプレイヤーは発言してください。どうしたらいいの。おはようございます。おはようございます。投票しなかった理由なんですけど、5番を新目で見てたんですけど、1番さんが黒出ししたのでちょっと迷ってしまって投票しなかったんで、でも一応8番さんの。だから今日は8釣りでいいっていうだけ伝えたらいいのかな。4番のプレイヤーは発言してください。そう、正直私を白立ちした5番さん新目かなと思って、で相変わらず2番さんを私は疑っていたんですが、その2番さんを8番が黒出ししたことによって少し8番の新目が上がったような気がしました。いやけどそれは憶測でしょ。みんながヘイ2番さんにヘイト向けてたのをいいことに黒出ししたという、いやあり得るでしょ。予想も絶対出てはいないです。5番のプレイヤーは発言してください。はい、ですね、3番さん占いました、人狼でした。そうですね、僕普段右隣に占っていくんで、なんか疑われるからとかで9番じゃなくて3番いっとけばよかったなと今になって後悔です。7番さんが言ってた僕の戦績が低いんでそんな危ないことできないということなんですけど、占い師初めてです。もうおっしゃる通りです。なのでそうですね、僕一旦目で言ったら使用者のが良かったのか潜伏中隊が良かったのかも何ともいないんですけども、まあ、4番白3番、黒、9番は白でした。で2番さんが、まあ、8強人なんだとは思うので人狼ではなくで、まあ、2番さんがもし僕まあまあ占ってないですけど黒だったとしたらもうこれで終わりだなと思いますので、3番に投票お願いします。7番のプレイヤーは、はい、ですね、ちょっとわからなくなってきましたね。まあ5番さんを新目とは言ったものの、
やはりね、8番さんの説得力ってのがなかなかのもので、まだ僕自身は、占いは受けていないんですが、まあ村人陣営なんですが、ちょっと分かりませんね。すいません。すいません。8番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。1番さん、占い結果1番さんしろ。申し訳ない。1番さんしろ。なんで1番さん疑ったかっていうと、2番さん一番かばってる位置にも見えちゃったんだよね。なぜか7番さんに投票していたし、1番さんは。ごめん。あまり2番さんを攻めてない位置だったので、1番さんを疑ってしまった。でですね、はい。まあ、今日がある時点で2番さんが黒ということを理解していただきましたよね。はい。今日、5番さんを釣ってください。村は、じゃあ、私を信用する方は5番さんを釣ってください。7番さん次第な気がしますけど。お願いします。としか言えないですね。はい。私は普通に狼を釣っていっています。6番さんがハンター、2番さんが狼、5番さんが巨人、5番さん、今日は巨人釣りの5番さんでいいです。はい。くそ委ねられた。いや、確かにな。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。いや、俺はハチを信じた。ハチを信じるのプレイヤーが選ばれました。まあ、5番のプレイヤーは発言してください。そうですね、占い師初めてということで皆さんの役に立てなかったのが本当申し訳ないです。これは、まあ、7番さん占ってないんですけど、仮に白だとし、4番さん白やとし、三人狼の8強人ってことは負け確なんですか。これは可能性あるんですかね。はい、8番さんに勉強させてもらいます。潜伏しとった方が良かったんですかね、これ。うん、4でしょ。じゃあそうですね、まあ5が白出しした4でしょ。そうか、ああ無理か。はい、お疲れ様でした。うわ、これ負け。8、くそ。夜が来ました。目を閉じてください。食われんじゃん俺絶対。これもう全くわかんない。むず、人狼。人狼殺むず。もう未だに何も出てこんもん。今だから話し合ってんのかな。まだ人狼2人残ってるってこと。どの本当の人狼がどれだったかっていうのも分かんないよね。これ8が2黒出ししたのも怪しくなってくるもんね。そうなると8が人狼だったとして2黒出しが分かんないよね。じゃあ朝が来ました。白、昨夜死んだのは4番白ってことはやっぱ5番勝ってないか。7番のプレイヤーは4番が死んだってことだ。8つって終わりか。え、すいません、ちょっとヒートアップしてしまいました。4番さんは5番さんに白出しを受けてたはずなんで、これはもう8番さんでいいのかな。8番さんつって終わるのかな。どうなんだろう。そんな感じだと思いたいです。8番のプレイヤーは発言してください。7番さんに入れます。7番さんに入れます。お疲れ様でした。時間短縮していきましょう。3番のプレイヤーは発言してください。泳がされた。7番に入れたいと思います。お疲れ様です。投票を始めてください。
ありえん、オラじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。何やこれ、やっぱそういうことはあってたの？5番さんごめんなさい。ああ。なるほどね。だから8強人の2さんが狼。でやっぱり5番の占い師を新目で見る線を揺るがなければよかったということですね。はーい。もう一戦ぐらいやろうかな。